ラムソンはアメリカ海軍の駆逐艦。スミス級駆逐艦の2番艦。艦名は同海軍士艦のロズウェル・ラムソンにちなむ。ラムソンは1908年3月18日にペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ像ー戦所で寄港した。1909年6月16日にヘンリー・エス・ゴア夫人によって命名浸水し、1910年2月10日に艦長。 JM ルに少査の指揮下収益する。大西洋戦隊に配属されたラムソンは1910年から16年まで東海岸沿い及びカリブ海で活動し、水雷訓練、艦隊演習及び沿岸部の偵察に従事した。1916年5月7日にフロリダ州キーウェストを出港し、2日後にドミニカ共和国に到着、ウィルソン大統領が派遣した。 海兵隊の支援を行った。ラムソンは6月半ばにキーウェストに帰還し、28日にメキシコのベラクルスへ向けて出港した。政治情勢が混沌するメキシコ水域で、ラムソンは遊軍官邸と合流した。その後7月11日にキーウェストに帰還。ラムソンは、その後アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦するまで東海岸沿い及び、 メキシコ湾で作戦活動に従事した。参戦初期の数ヶ月間、ラムソンは沿岸航路を偵察し、その後海外配備に着く。1917年7月26日にアゾレス諸島のポンタデルガダに到着し、続く3ヶ月間を護衛及び偵察任務に費やした。ラムソンは10月6日にアゾレス諸島を出港し、フランスのブレスト沖で護衛任務に着く。 10月28日にはドイツ潜水艦に撃沈された、商船フィンランドの生存者28名を救助した。ラムソンは戦争の残りを護衛及び偵察任務に費やした。停戦後ラムソンは1918年12月11日にブレストを出港し、12月31日にサウスカロライナ州チャールストンに到着した。その後1919 19年7月15日に退役し、 1919年11月21日に売却された。ありがとうございます。